ウニの最初のアフレコの際、桜彩音さんが高校生だったという話を聞き衝撃を受けました。メルブラで再びマリオ役で出演されている桜彩音さんですが、アーネル、カムラさん、私戻ってきたよ、ここに。へ、あのおしめを取れなかったジョーちゃんが言うようになったじゃねえか、みたいなやりとりありました。あるわけねえだろ。どういう やりとりなの。まあ確かに、最初になんだろう、リンネ役やっていただいたとき、高校生でしたね。普通に学生でした。まあさすがにな、13、4年前とか、なんかそんなもんだもんね。もっと前か、わかんねえ。いや、10年前ぐらいか。12年前ぐらいか。うん、結構前なんで、まあさすがに学生ですよね。そうですね。あ、でもね、結構やっぱ、ありますよ。あ、まあちょっとこの話とは別なんですけど、いや、別ではないのか。やっぱさ、格ゲーの収録って特殊で、すげえ特殊なのよ。だからやっぱね、印象には残るっぽいですね。印象にはね、残るみたい。私、このセリフ撮ったことあるかも、みたいな。このやたら、なんかこう、ラウンド1って言わされたり、やたらこう、なんだろうな、Here comes a new challenger っていうセリフをなんか言ったりっていうのは、そんなにないっぽくて、私これやったことあるかもみたいな話になったことはありますね。実際ね、その、格ゲーの、特にフラパンの格ゲーの収録ね、ちょっとセリフが、ね、似てるんで、ちょっとね、そういう流れはあったかなと思いますね。はい。という感じで。ね、声優さんには常にリスペクトの気持ちを持って接しております。やっぱね、キャラクターにこう、魂がね、入る感じがあって、好きです。はい。お便りいただき、ありがとうございます。